M50 オントスはアメリカ海兵隊の自走無反動砲で対戦車車両として1950年代に開発された M40106mm 無反動砲を6門、装備している。愛称のアンタスとはギリシャ語で物事自称の意。類似の車両に陸上自衛隊の60式自走無反動砲がある。 ベトナムのチュライの砂浜を走る M50 オントス早機式車用で、車体全部左に操縦席があり、右側は機関室になっている。車体中央部には小型の砲塔を乗せ、その外側左右に三連装の無反動砲が一門ずつ固定されている。左右の無反動砲には二丁ずつ、照準のために 12.7mm スポッティングライフルが装備されている。 砲塔は、深く10度、行角20度、左右に40度ずつの旋回が可能であるが、この操作は全て手動で行うようになっている。砲塔には、副武装として、M1919A4 機関銃が備えられている。砲手用のペリスコープもあり、車内から射撃ができるが、再装填は、車外で行う必要がある。砲塔の元は戦闘区画であり、 ここに18発の砲弾が収納されている。車体後部には観音開きのドアがある。1969年にすべての M50 が退役している。対戦車任務は、地上では対戦車ミサイル、個人傾向型対戦車ロケットが主役となったことや、対地攻撃機、対戦車ヘリコプターの発達により、この種の対戦車車両の存在意義がなくなったために、 後継兵器が作られることはなかった。アメリカ陸軍は1951年に汎用のシャーシを用いて低価格で多様な軽量走行車両を開発する計画を決定した。走行兵員輸送車やいくつかの自走無反動砲のバリエーションが計画、試作されたが最終的に残ったのは M40106mm 無反動砲6問。 搭載した T165 試作車だった。改良された T165E1 が24両発注され、このうち10両にさらなる改良が行われ、T165E2 となった。1955年に T165E2 は M50 として正式化されたが、陸軍は採用せずに途中から試験に参加した海兵隊が採用することになった。 M50 オントスは1957年11月までに297両が生産された。M50 はベトナム戦争に投入された。ベトナムではフレシェット弾を使い、主に台風標戦闘に威力を発揮した。しかし、社外でしか弾薬が再装填できないことは大きな欠点であった。また、バックブラストが大きいこと、整備性の悪さなども欠点として挙げられる。 M50 の最大の欠点である、無反動法の再装填に対して、リボルバーのような機構を用いることで克服しようとした。しかし、この改良案は実現しなかった。1963年から1965年の間に176両の M50 は、エンジンをゼネラルモーターズの6気筒エンジンから、クライスラー HT361 から318、 ボルト型8気筒エンジンに換装した。この車両は M50A1 と呼ばれる。ありがとうございます。